今回関東で初めての大雨特別警報です。この後さらに被害が拡大する恐れがあります。栃木県では24時間の雨量が日光市碇で 539.5 ミリなどとなり、これまでに経験したことのないような大雨となっています。明日朝までの予想雨量は関東や東北で最大200ミリの予想です。引き続き栃木県を中心に土砂災害など厳重な警戒が必要です。